思い立ったら出かける。僕に迷いなんかない。だって持っていくものは決まっているから。財布とキーケースはマスト。スマホは外付けポケットに。必要なものがこのボディバッグにすっぽり収まる。余分は必要ない。ジャストサイズが心地いい。手作りの手触り、姫路レザーの手触り、今日のボディバッグの手触り、昨日とは違う、明日とも違う。ぼちぼち行こう。どこ行こう。僕の歩幅で。どんなスタイルにも合わせてくれる。決して邪魔しない。なのにちゃんと上質。僕と一体化してくれる安心感。本革ボディバッグ。まずはね、持った時におじさん臭くならへんのかっていうのをね、まず見てもらって、その次に特徴です、こういった特徴があって、次に価格、そしてデメリット、そしておすすめの人という、まあこういった順番でいきたいなと思いますので、まずはねかけてる様子見てもらいたいなと思うんですが、まあ、分かりやすくこの辺でいきましょうか。以前ねアンケートを取った時に視聴者さんから、ダサいボディバッグなんですかって言ったら、まず第1位だったのが縦型のやつってちょっとおじさん臭くなるっていうお声があってね、まあ、僕それもめちゃくちゃ思ってたからね、横長でできれば作りたい、もしくは正方形で作りたいと思ってて、去年これのワンサイズちっちゃいバージョン作ったんですよね。でこれやったらギリギリワンサイズ大きくしてもいけるかなっていうねサイズ感にはしております。そして次に多かったのが、やっぱりボディバッグのでかさがでかいのもねダサいんちゃうかってお声があったんで、まあこれやったらギリギリ薄してちょうだいよっていうことでね作らせていただいたっていうのが、まあこんな感じのサイズ感になってます。まあこうやって前にかけてもいいんやけど、まあ普通にこうやって横に背負ってもらってもいいかなというようなね形になってますね。ではですね、まずね一つ目特徴いきたいなと思うんですけど、最もこだわったとこ何って言うと、まず革なんですよ。革選びからねこだわりさせてもらったんですけど、これがねアップでした時の革なんですけども、はいはいはい、マットな感じやねと思うじゃないですか。これ僕毎日使ってるやつ、あのちっちゃいバージョンですよ。僕ちっちゃいバージョン十分やなと思ってるからいいんやけど、何にもしてないんで見てください、このツヤ、めちゃくちゃツヤ出てるでしょ。これも使っていけば使っていくだけ、どんどんこうやってツヤがね出てくるようになるんですよ。ちょうど僕これ使って1年ぐらいで、手入れも何にもしてません。ただただこうやって持ったりとかして使うだけで、どんどんこういった上品なねツヤが出てきます。あの革によってはちょっと劣化していく革もあるんですよ。使えば使うだけ劣化していく革が、それが嫌やったんで、革選びにはものすごい慎重に去年やったっていう話したんですけども、そういったところで業者さんとも喋ってね、こだわった革を入れたんですよ。で業者さんにもね、この動画を作るにあたって革のそのこだわりのポイントを教えてくださいっていうことでね教えていただいたんですけども、まずじゃあどこの革使っての、姫路レザーですよと、国内でも有数の革の産地なんですって、まあ、栃木レザー、姫路レザーってあったりすると思うんですけど、まあ、それを使ってると。で植物なめしって言って、よりこうツヤが出やすいというか、こう変化、綺麗に変化がしていくようななめしが行われてて、で植物なめしって具体的に僕らに何のメリットあんのっていうと、下に書いてるんですけど、使えば使うだけこう味が出てくる、そして柔らかくなってくる。で有害薬品とかを使ってないんで、体にも優しいし、アレルギーある人とか子供とかに持たせたりしても全然問題ないし、あとはサステナブルですよっていうことが書いてあって、まあ、こういったところでこの革を勧めてもらったし、まあ、僕自身もね気に入ったから、これをチョイスさせていただきました。だから革が一つね。で次にこれはね通常サイズです。これ通常サイズなんで、例えば長財布入れようかなと思ったりしたら、ちょっとサイズ感的にジャストすぎて入れたり出したりしづらいんですよね。もしくは入らへんっていうお声もあったんですよ。それ困ったなということで、今回ね大きいのを作りました。で大きいのやったら入るんですかっていうと、そう入るんですってことで、こちらにねすっぽりと入ります。これで確か23センチぐらいの長さがあったかなと思うんですけど、それもねこうやってすっぽり入ってくれます。で出す時もすっぽりこうやって出るし、また入れてもらってピュッて入れてもらっていいし、ペットボトルもね入ります。 500ml のペットボトルもシュッて入るぐらいなんですが、この小さい方、通常バージョンは入らないです。あくまで荷物入れる方はこうやって大きい方入れてもらったらいいんですけど、僕とかほんま荷物少ないからね、コンパクトなちっちゃい財布と、あとまあ名刺ケースぐらいしか入ってないんで、これで十分なんですけど、まあ、そういった皆さんのお声からねこの大サイズを作らせていただきました。で前回に引き続き、このスマホ入れるところはもう作ってますよ。スマホこうやってピューってここに入れてもらえれば収納できますし、 iPhone のね大きいやつあるじゃないですか、なんとかプロみたいな、でそんなも全然入るような大きさにしてるので、出し入れもできますので。スマホってやっぱ今みんな持ってるから、やっぱ入れる場所いりますよね。バッグ持ってるのにスマホ入れるのめんどくさいから、ポケット入れてるって、これ何のためにこれ持ってんねんってなるから、かといってじゃあ
チャックを閉めて開けてそのやるからじゃめんどくさいがやらんなってなってきたら、ちょうどこういうポケット作っといてほしいってなるじゃないですか。でまあ作らせていただいたんですけど、まあこういったねこだわりがあります。あとは革製品でよくあるのがね、色移りするんですよ。僕今黒 T 着てるけど、例えばこういった白のシャツ着てる時にパッて羽織ったりしたら色移りませんかっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですけど、それも考慮してですね、ちゃんとこの肩の紐に当たる部分っていうのはこういったシートベルトの素材を使ってるので色移りもせえへんし、なおかつシートベルトなんでね丈夫な生地で使ってるということになっております。で次はね値段いきたいなと思うんですけど、値段がですねこの大きい方が19,800円というのと、このちっちゃい方ね1万円切ってるんですよ、9,980円なんやけども、この大きい方は1000円アップということでね19,800円で販売させていただいております。なので皆さんぜひぜひ下の方からね見てくださいということで、次はねおすすめの人どんな人おすすめって、もちろん街中でこうやって着てくれてもいいんやけど、僕とかやったらバイクの時もこれつけてます。バイクの時にこうやって後ろにやっとったら風でねこうやってビューってなったりもせえへんし、でなおかつちょっと自販機やろうかって言ったらピュってこれ開けれてすぐ自販機で物買えたりするし、バイカーの人にもね結構これおすすめなんでね、ぜひぜひ使ってほしいなと思うし、あとそれがねやったらねこう服迷う時あるじゃないですか。服装がこれ綺麗めなんやけどもちょっとスポーティーな合わへんなとかね、あと服めちゃくちゃカジュアルやのにめっちゃくちゃ綺麗めなバッグも合わへんなってなったら、まあ、これぐらいやったらね一番何にでも合うじゃないですか。だから迷ったらとりあえずこれ、僕も毎日迷ったらこれで、迷ってなくてもこれっていうことでね、もう毎回使っておりますので、それぐらいまあ僕としても自信作やし、作っていただいている方もほんま一生懸命ね作っていただいておりますので、またね皆さん見ていただければ嬉しいかなと思います。はい、ということでね、まあこのバッグはですね一応テーマとしては入れるだけじゃなくて収納だけではなく見せるバッグとか、まあ相棒っていうイメージで僕ら作らせていただいたんでデザインさせてもらってるんで、あなたにとってねその相棒になっていただいたりだとか、あとはファッションとしてねこう使っていただけたらね嬉しいかなと思いますので、今回ご紹介させていただいたということで、本日はですねボディバッグ大バージョンを紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。